はい、コナンです。ポケトルスマートフォンバージョンやっていきたいと思います。今日はね、メインステージの方を進めていきたいと思います。今回ね、年末に大量にステージが追加されたので、どんどん進めていきたいと思います。まずはステージ210メガヘラクロスボスですね。ここのステージはかなり手強くて癖があるステージ。今回アイテム使っています。手数プラス5とメガスタートを使いました。このステージに関してはどうなんだろう、お邪魔ガードは使わない方がいいかな。メガプテラを使う場合ですけどね。今回使っているポケモンはメガヘラクロスがね、虫タイプなので、弱点をつくポケモンとして岩、炎、飛行タイプですね。メガプテラ、岩、鳳凰、炎、ルギア、飛行、アマルルガ、岩、この4体で挑戦しています。メガプテラがね、この岩を消してくれるので非常に助かりますね。これがね、岩が消せないとかなりしんどい辛いステージになるかと思います。メガプテラを使う場合はこの岩をね、消すのを積極的に活用していくためにあえてお邪魔ガードは使っていません。岩が来た場合はこのメガプテラですぐ消して、戦いやすいような感じで攻めていっています。あとはね、鳳凰の、5つの力とかルギア振り払う、それからアマルルガのね、ノンストップとか、その辺の技もね、できる限り出していった方がいいかと思います。さあ、残り手数15で残り半分ぐらい、なんとかギリギリいけるか、どうなんだろう、余裕はないですね。かなりの長期戦になっています。メガヘラクロスはね、倒すと確かヘラクロスナイトが手に入って、ステージ148でヘラクロスをゲットしている場合はメガ進化できるので、これは非常に魅力的というか、これはほぼ必須と言ってもいいでしょう。なんとか頑張ってこのステージ210メガヘラクロスだけは倒して、アイテムゲットしておきたいところですね。さあ、やっていきましょう。岩ブロックで結構邪魔してくるので、メガプテラを使って岩を消していきます。メガプテラがないとちょっと厳しいね。さあ、残り手数5、もう相手もほぼライフはなし。さあ、ここでフィニッシュ、倒しました。さあ、クリア。ヘラクロスナイトを手に入れることができました。ライフも5個手に入りました。さあ、ステージどんどん進めていきたいと思います。どこまであるんだろうね。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。